これかしら。これかしら。ではまたお越しに。いらっしゃいませ。何になさいますか？つまらない人ね。
今日の営業は終了したわよ。電気まで消えてたら普通誰も来ないでしょ。ちょっと退屈だからお茶を飲みに来たの。長官なら裏山へ行ったわよ。人のことをストーカーみたいに言わないで。君だって自分の生活があるの。実は召喚に来るなって言われただけ。ここであなたの報告を待つ人が必要だって。全部あなたのせいだからね。ま、今日は特に重要なことはないわ。召喚に用があるならパブの裏山へ行ってみなさい。頂上にいるはずよ。やっと来たか。風が教えてくれた。行くぞ。頂上だ。日の出を見に行く。おい、起きろ。北部の戦争では山中や不眠不休で塹壕の中に隠れた。それに比べればずっと楽だ。見ろ、努力した価値がある絶景だぞ。この光景を目に焼き付け血に刻むといい。絶望した時は今日の一幕と日が昇る瞬間を思い出せ。全てを私のものにする。角笛の殲滅は全ての始まりだ。私は人気使いになった瞬間からずっと考えていた。人気使いとは一体何なのかと。人は我々をモンスターだと思い、モンスターは我々を人間だと思っている。角笛のような組織にとっては使いやすい兵器だ。私はそのどれにもなりたくない。角笛に武器として捨てられたり
抹殺されたりするなど絶対にお断りだ。中央庁のような慈善団体にも参加しない。自分の命を犠牲にして一般人のために働くだろう。考えただけで笑える。私たちは選ばれし英雄だぞ。なぜ英雄が凡人のために妥協せねばならない。一般人のような生活を送らねばならない。死んでほしいと考えているが、我々は死なない。人気使いは兵器でも道具でもまして誰かの掃除係でも用心棒でもない。我々は救世主だ。世界を変える力を持った以上、世界を変えてみせる。その準備はもうできている。番組はここまでよ。また明日ね。中央庁の隊長の暗殺未遂事件なんて大ニュース。マスコミが放っておくわけはないわ。中央庁の名声を取り戻すためだ。ヒーローが望んでいるのは人海戦術でガルダを見つけることではなく、こうした方法で大衆を落ち着かせることだから。中央庁の中心人物が囚人監視の中暗殺されかけたのだ。中央庁の能力を疑われても仕方あるまい。眠れなかったの？
ちょっと考え事があってな。気づいたらもう夜明けだった。今日の記者会見のことで。あ、この記者会見はあまりに突然だ。ヒーローの背後に大きな影を感じる。ヒーローが角笛と手を組んだと。まだ確証はないが、今日の記者会見で間違いなくその影は現れるだろう。隊長、言いたいことはないのか。皆さんの中央庁への疑念とご自身の身の安全への懸念は理解しております。中央庁も今回の事件を十分重く受け止めており、事件が発生した直後に調査本部を結成、決定的な証拠を得ました。これからその証拠を再生しましょう。その録音の人物は在外特殊部隊ガルダチームの長官ライオンです。ガルダチーム、あの噂の彼らはいつ公開都市に。数日前、ガルダチームは亡命者として秘密裏に公開都市に潜入しました。他の人気使いを守るため、中央庁はその事実を秘匿していたのです。しかし中央庁の庇護を得られなかったことを根に持ち、暗殺事件を起こすとは予想外でした。付近の研究所や多数の住宅も被害を被り、ブラックゲート事件以来の復興作業も台無しになってしまいました。今回の事件で分かったのは、彼らが追い詰められたテロリストであるという事実です。大きな危険を伴いますが、中央庁は決して彼らに屈しはしません。この記者会見は彼らに対抗する決意を示すためのものです。どこまで逃げたとしても必ず彼らを捕らえてみせましょう。この命を懸けてもいい。これは中央庁からの宣戦布告です。あらあら、内部を団結させるために共通の外敵を作って、さっきまで自分を疑ってた人を味方にするなんて、やるわね。
もう準備は万端よ。見てなさい。な、何が起きたんだ。停電。いや、窓まで閉まってる。始まるわよ。諸君のよく知った顔も見えたのではないか。待たせたな。私がガルダチームの長官、ライオンだ。今日はヒーローからの非難に反論しに来たわけではない。逆にここにいる全員に伝えたい。ヒーローを襲ったのは私だとな。奴を抹殺しようとした理由は、この正義の味方を気取った自称救世主の正体が卑劣な陰謀で民衆を騙す大ペテン師だから。これからその事実を証明する。早く消せ。ご覧の通り、中央庁の隊長ヒーローは今までずっと人間をモンスターにする実験を行ってきた。失敗したサンプルは極秘裏に処分されるか、ゴミのように踏みにじられている。虐待を受けた人の中には、貴様らの友人や愛する者、兄弟もいるかもしれんぞ。陰湿な手で民衆を利用して敵対者を除き、恐ろしい陰謀への障害を一掃する。この男はそうやって都市中に触手を伸ばしてきた。貴様らの尊敬と信頼を利用し、民衆を爪や牙代わりにしてゆっくりと世界を腐食させているのだ。我々はモンスターでもテロリストでもない。今日ここに来た理由は、この男に汚名を着せられたからではない。こいつに騙されたり殺されたりした者たちのためだ。これ以上見て見ぬふりはできん。武庫の屍の山を踏み台にして手に入れた玉座をガルダチームが今日叩き
き潰す。なるほど、いっぱい食わされたというわけだ。過ぎた悪行には罰が下るものだ。教えるまでもないだろうか。調査結果によると、中央庁の他の人間にはヒーローと結託した証拠は見つからなかった。ゆえにガルダチームの目標は中央庁全体ではなくヒーローだけだ。今回の件はヒーローの個人的な行為だ。中央庁とは無関係だと私は信じている。中央庁もきっと納得できる返事をくれることだ。無論だ。ヒーローの行為について中央庁は何一つ感知していない。それはこちらのミスだ。直ちに調査本部を結成し、ガルダチームの訴えが事実だと判明すれば必要な対策を打つ。さすがは神の頭脳だ。すべきことをよく分かった。はいられないようだな。忙しくなるわね。皆さん、こんばんは。この私と賭けをするってことですか？手札がまだ足りませんよ。られると思ってるのか。さあご覧、この華麗な演出。別に中央庁と手を組んだわけではない。ユエンファーはチャンスを伺っていただけだ。敗北したのが私だったら、彼は同じように中央庁の武装部隊を率いて私を会場に閉じ込めただろう。つまり
カゴに閉じ込められたのは私だったということだ。あれは私とヒーローの博打だ。イエンファーはその博打の胴元のような存在で、どんな結果になろうと損をすることはない。危険などない。私は負けないからな。戦場でも博打でも。さて、あとは中央庁との正式会合を待つだけだ。だがその前にダモクレスの剣に関する手がかりを探してこい。しっかり任務を果たせ。それと、できる限り多くのエリアを解放しろ。ヒーローの残存勢力はまだかなり残っている。決して奴らに巻き返す機会を与えるな。ではまたお越しになって。状況に変化はない。
かりました。Thank you.
ね。では、始めよう。ガルダチームはいつまで公開都市に滞在するつもりだ？しばらくここで休養する必要がありそうだ。まずはこの資料を見てくれ。貴様も興味があるはずだ。信じられない。存在しない武器についてここまで調べると、どうやら君たちのことを甘く見ていたようだ。この資料によると、ダモクレスの剣はすでに角笛の支柱にあるということか？その通りだ。奴らがその武器をどう利用するかはまだ未知数だから。奴らの目的を知っている者がいるかもしれん。君も彼と会いたいだろう。ヒーローの研究室を捜索した際に見つけたが、口を割ろうとしない。君なら何か聞き出せるだろう。クロス。あんた。何か言いたいことはあるか？私は長官のご命令に従ったにすぎません。ご満足いただけましたか？さすが我が書記官だ。ここまで完璧に任務を達成できるのはお前しかいない。彼を解放してくれ。彼は私の部下だ。ヒーローが頑なに記者会見を行おうとした時から疑ってはいたが、背後で君が糸を引いていたとはな。悪くない作戦だ。どういうこと？二重スパイだったの？お前は裏切らないと思ってたぜ。ったく、心配させた罰として今夜はたくさん飲めよ。一日中監禁室に閉じ込められていたのに酒を飲まされるんですか？
当たり前でしょ。逃げたら承知しないからね。世間話は後だ。クロス、角笛に関する情報を皆に伝えてくれ。皆様はもうご存知かと思いますが、角笛は今までずっと人気使いを武器化する研究を行ってきました。ヒーローのリビングデッド化実験も彼らのターゲットリストに入っています。今回ライオン長官と公開都市に来る前、私はヒーローと連携してガルダチームを処分し、ヒーローからリビングデッド化に関わる情報を獲得するよう秘密任務を受けました。あいつら、私たちを殺すために随分手間をかけたのね。いいえ、彼らの目的はそれほど単純なものではありません。全ての人気使いを抹殺し、人類しかいない純粋な世界を作る。それが彼らの目的です。なんてこと。私はただの一般人ですが、人気使いは特別な存在だとは考えていません。人気使いはモンスターではない。モンスター殲滅という名目で他人の人生を奪う権利など誰にもありません。だから角笛を裏切ってライオンと一緒にヒーローを倒す計画を立てた。ええ、角笛が協力を望む者は必ず我々の敵になりますので。先日ガルダチームを処分したというレポートを提出しました。まだ疑われていないようですから、時間を稼げるはずです。君がガルダを処分するために角笛から送られたなら、ダモクレスの剣には他の用途があるはずだ。人気使いを消滅させるという究極の使命が、人気使いに無差別攻撃を仕掛けようとするなら、最初の目標はきっと。そうだ、私たちが公開都市に来なくても角笛が最初に狙うのは貴様らだったに違いない。同じ敵を持つ者同士連携してみないか。ガルダチームは公開都市の安全を守ってみせる。いいだろう。角笛のことは中央庁より君たちの方が詳しい。今後の動きも予測できるはずだ。こちらはガルダチームに援助を提供しよう。便宜上、君たちはしばらく中央庁に宿泊してくれ。いや、いい。自由な生き方に慣れているし、港湾即場の宿も契約し直した。隊長にも私たちと一緒にそこで寝泊まりしてもらう。そう、貴様だ。言っておくが、この人はまだ中央庁の隊長だ。ヒーローに対処してやったのだから、誠意を表すために隊長をこちらにくれ。ヒーローの処置はお前たちに任せる。今のガルダチームには隊長が必要だ。隊長といってもこの人は人間だ。勝手に持ち去っていいものではない。私は欲しいものは必ず手に入れる主義なんだ。そうだろ、隊長。
ほう。屈する気はなさそうだな。よく言ってくれた。好きな立場を選べ。貴様も文句はないな、イエファ。本当に一人で大丈夫なのか、隊長。わかった。しばらく彼らと同行し、ガルダをサポートしてくれ。何かあればいつでも連絡するように。今日の番組はここまでよ。また明日ね。